令和元年東日本台風による排水機関周辺地域の浸水に関する検証について。1. 検証の概要。川崎市では、令和元年東日本台風により、これまでに経験したことのない多摩川の水位の影響を受け、排水機関周辺地域において深刻な浸水被害が発生しました。これを受け、 令和元年東日本台風による排水機関周辺地域及び河川関係の浸水に関する検証委員会を設置し、令和元年12月27日より計4回にわたる検証委員会を開催しました。検証内容については、第三者から専門的な意見や助言をいただくとともに、市民の皆様に意見募集を行い、報告書を取りまとめました。 2。被害の概要。多摩川沿い3。の宮内諏訪双子、根の排水期間周辺地域で浸水被害が発生し、5か所の排水期間周辺における浸水面積は合わせて約110ヘクタールでした。3。台風、降雨、多摩川、水位などの基礎情報。台風の経路図、降雨状況、多摩川の水位。 各排水機関周辺地域における過去の被害状況をまとめています降雨状況は各排水機関周辺の雨量観測所における最大時間降水量と総降水量を示していますなお多摩川流域の日野原三岳、高尾多摩雨量観測所においては観測を開始してから過去最高の雨量を観測していますまた 多摩川の水位に示している通り、田園調布上水位観測所においては、計画降水位を超える10.81メートルを記録しています。4、当日の組織・体制および活動。組織・体制については、接近する台風に備えるため、事前に施設の点検や反対性を整えていました。また。 過去に多摩川の降水位による浸水実績がある産農・諏訪排水機関を重点的に活動する計画でしたまた、浸水実績がない宮内・双子・宇那根排水機関箇所でも浸水があり西部・北部下水道管理事務所へ応援を要請しています当日の情報連絡体制についてはあらかじめ計画されていましたが被害が拡大するに従い パトロール体制の確保が困難となり必要な連絡が適宜行えず連絡内容にも偏りが生じたことから情報共有について改善する必要があります活動について中部下水道事務所ではこれまで浸水実績が多い産農及び諏訪排水機関周辺地域で重点的なパトロールと水位測定を行っていたため宮内双子 うな排水機関周辺地域でパトロール頻度に差異がありましたがゲート操作手順にのっとり水位測定やパトロールを行っていましたパトロールの職員はこれまで経験のない範囲で浸水が広がっていく中浸水状況を中部下水道事務所に報告するとともに周辺住民に浸水情報を周知し さららにに住民からの問いい合わせや要望に対応していましてまた。このような現場の対応で手一杯となり浸水の色が徐々に変わっていったこと降雨があったことなどから浸水の範囲や深さの情報は共有されてもそれが河川水なのか雨水なのかということは確認できていませんでしたが22時13分に山王排水機関での一水状況を確認し河川水の可能性が高いと考えました。 また、マルコポンプ場の状況についての情報が河川水処理センターからの水位情報のみでありマルコポンプ場における河川水の逆流について情報を共有できていませんでした。5. 各排水機関ゲートの操作ん排水期間についてですが当日の気象予報では朝から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り 昼過ぎから80ミリ以上の猛烈な雨が降るところがあると出ており、降雨が続く中、気象情報や河川水位についての情報を収集し、降雨がある場合や、降雨の恐れがある場合は、ゲートの全開を維持する判断を行っていました。また、10月12日22時27分のゲート閉鎖の判断は、河川水処理センターから要請があったものであり、 マルコポンプ場の水没による影響を考慮し、降雨があり、大雨警報が発令されていましたが、台風は通過しており、雨域の移動状況から降雨が少なくなる見込みもあったため、ゲート閉鎖を決定しました。また、浸水の色など、一水の状況は河川水の逆流が考えられるものですが、周辺状況として、総合的判断の情報とされていませんでした。また マルコポンプ場への河川水の流入による影響について、ポンプ場の水没の恐れが生じるまでは、中部下水道事務所へその情報が送られていませんでした。ゲート閉鎖に時間を要した要因としては、浄化流側ゲートの閉鎖状況の違いから、水圧が主たる原因とは考えにくく、メーカーや市の設計上の計算から操作が可能であったことや、台風後の現場状況を、 国土交通省の検討会提言メーカーの見解から何かの異物が額の戸当たり部に噛み込みゲート閉鎖に時間を要した可能性が高いと考えられます宮内諏訪双子うなね排水期間についてですが当日の気象予報では朝から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り昼過ぎから80ミリ以上の猛烈な雨が降るところがあると出ており 降雨が続く中、気象情報や河川水位についての情報を収集し、降雨がある場合や降雨の恐れがある場合は、ゲートの全開を維持する判断を行っていました。また、10月12日23時10分には降雨が実測されなくなり、雨域の移動状況から降雨の恐れはありませんでしたが、大雨警報が発令中であり、 河川水位が下降傾向となったため、内水排除のためにゲート階を維持しました。また、浸水の色など、一水の状況は河川水の逆流が考えられるものですが、周辺状況として総合的判断の情報とされていませんでした。ゲート操作のまとめとしましては、今回のゲート操作判断はいずれも操作手順通りに行われていました。 山能排水機関では21時10分に計画降水位を超え、その10分後に丸子ポンプ場で浸水が始まっており、その状況が中部下水道事務所と河水処理センターで共有できていれば、ゲート操作について異なる選択をしたことも考えられます。また、操作手順には具体的に示されていませんが、水の色など一水の状況は河川水の逆流の手がかりとなるものであり、 周辺状況として総合的判断の情報の一つとなるものと考えられます。また、降雨があったことにより、捜査の判断としては捜査手順通りではありますが、河川水に含まれる土砂の堆積による被害防止の観点からも、逆流への対応が必要と考えられます。浸浸水水シシミュレーションにによる検証浸水の原因については 過去最高を記録した河川水位の影響により逆流した河川水の一水やその影響を受け流下しづらくなった内水が一水し地盤が低い箇所で浸水するとともに一水した水が地表面を通じて低い方へ広がり浸水域が拡大している結果となったものです。はじめに山農排水機関の浸水シミュレーション結果については 当日の気象予報から4つのパターンでゲート操作、河川水位、降雨の計算条件を設定しシミュレーションにより浸水状況を確認したものとなります。判例は黄色が 50cm 未満緑色が 50cm 以上 1m 未満水色が 1m 以上 2m 未満青色が 2m 以上 3m 未満となっています。 パターン一は当日の状況パターン ② は当日想定していた気温最高水位9 0 7ルだった場合パターン三と四はともに15時の避難判断水位7 6メートルでゲートを閉めた場合で三が時間雨量50ミリ走行雨量300ミリと想定した場合四が 当日の降雨となっています。避難判断水位7.6メートルまでにゲートを閉鎖した場合、今回の降雨においては、結果として浸水規模が小さくなります。また、仮に気象予報通りの降雨及び河川水位が気温最高水位で収まっていた場合は、ゲート階を維持することで浸水規模はゲート閉鎖を行った場合とほとんど変わりません。 また合流地区である山王排水機関にてゲート閉鎖を行った場合は下流にマルコポンプ場があることから今回の降雨であれば浸水規模が減少することが分かりました当日の山王排水機関ゲートの閉鎖に時間を要したことの検証結果ですが水圧が主たる原因とは考えにくく何らかの異物が噛み込みゲート閉鎖に時間を要した可能性が高いこと また、ゲートが22時52分に直ちに閉鎖できた場合と、ゲート閉鎖に時間を要した当日の浸水状況等を比較すると、ゲート閉鎖ができた場合、浸水規模が小さくなることに加え、浸水解消時間が早まることが確認されました。次に、宮内、諏訪、双子、うなね排水機関の浸水シミュレーション結果についてです。はじめに、 宮内排水機関の浸水シミュレーション結果ですがパターン1は当日の状況パターン2は当日想定していた気温最高水位9 0 7ルだった場合パターン3と4はともに15時の避難判断水位7 6メートルでゲートを閉めた場合で3が時間雨量50ミリ 走行雨雨量300ミリとと想定した場合丸4が当日の降雨となっています今回の降雨では、操作判断時7.6メートルにおいてゲートを閉鎖することで、結果として浸水規模はほとんど変わりませんでした。また、パターン二と三の比較で、気象予報通りの降雨および河川水位が、気温最高水位で収まっていた場合、 ゲート界を維持することで浸水規模はゲート閉鎖時よりり小さくなります。次に諏訪排水期間の浸水シミュレーション結果ですがパターン1は当日の状況パターン2は当日想定していた気温最高水位9 0 7メートルだった場合パターン3と4はともに12時40分の氾濫注意水位 6.0メートルでゲートを閉めた場合で、丸 ③ が時間雨量50ミリ、走行雨量300ミリと想定した場合、丸 ④ が当日の降雨となっています。今回の降雨では、操作判断時6.0メートルにおいてゲートを閉鎖することで、結果として浸水規模は大きくなります。また、パターン ② と ③ の比較で、 気象予報通りの降雨および河川水位が、気温最高水位で収まっていた場合、ゲート階を維持することで、浸水規模はゲート閉鎖時より小さくなります。